ね、挟まったところでね、入れたいとき入らないこととかね、やはり操作ミスありますので、それが起こってしまいましたね。いやー、ここには少し苦しいか。さあ、ここでピロニア、フロン積み、満を持して、ここでフロン積み使ってきました。だがフロン積みに2ダブを、無慈悲な2ダブを差し込んでいく。さあ、まだ狙っているぞ。だがこれは時間がかかった、時間がかかったので、フロン積みがまだ掘り返された。これは帰ってきましたね、帰ってきたフロン積み。さあ、トモ君は冷静だが、冷静、あそこですぐに行かずに冷静に待ってから、待ってから行きましたね。さあ、ピポニア本線発動。さあ、トモ君、ちょっと連鎖火が消えてしまった。大丈夫か、なんとも言えない表情だが、11ダブ対11連だと、やはりこれはピポニアの方に分がありましたね。さあ、お互いフロン選手にゆかりがある選手ということで、やはりね、黄色まで届かないといけなかったので、それがつなげずと。さあ、18対19。さあ、フロン積み、ここに来てフロン積みと。で、 L 字たくさん作ってますね。フロン積みの上に L 字、フロン積みでも連鎖日はすごい、緑から緑、あ、赤から緑ね、すごい鶴亀で繋いでいってますね。1回と4回ぐらいでなんかやり合ってるっていう感じで。さあ、ピコニはここで3連鎖に対してトモ君、あ、4連ですね、4連に対してトモ君3連、これは3連に見えてしまったが、対応失敗してしまった。さあ、さらにピポニア4連鎖、トモ君2連から2ダブから見たいが、さすがに厳しいか。ピポニア3連で押し込んでいく。さあ、20本まで詰めてきたぞ、28対20。さあ、フロン積み今のところ勝率 100% ですね。ピポニアおそらく 100% かな、2回目だと思うので。